リやって後先考えずに通行手形の毎度おおきに。あら、おかえりやす。三番隊隊長さん、意外とお早いお帰りどすな。ああ、今日は顔見せ程度だった。それにしてもほんまに入隊してしまうなんてな。それも隊長やなんて。これで宿代は一安心だな。何言うてんの。給料もらう前に死んでまう人なんていくらでもいてはるんやで。きっちりお代をいただくまでは油断できまへん。相変わらず金に細けえ女だ。それはタイの羽織だ。明日から着ていく。ああ、アサギ色のあれやね。ほんなら丈直しといてあげるさかい。貸して。悪いな。気にせんといて。お代はちゃんといただきますさかい。おりょうちゃん。はーい。何ですか、おかみさん。この羽織、はじめさんが明日来てくから裾直しといてあげて。おりょうちゃん、嫌です。嫌って、おりょうちゃん、なんで私が人斬りの袖なんか直さなあかんの。人斬りってはじめさんやないの。そんなん関係ない。はじめさんも結局ただの人斬りや。おりょう、時になんて大嫌いや。ちょっとおりょうちゃん、あかんかったか。あいつどうかしたのか。あの子な、が幕府の役人に切られとるんよ。そうなのか。親御さん勤皇派の活動家やったらしくてな。それで人斬りってものに敏感になってもうたみたい。まして好きな人が人斬りになるのは耐えられんかったみたいやな。好き？お寮がお寮か。いや、気づいてへんの？はあ、にっぷい男やね。お寮ちゃんも厄介なに惚れてもうたわ。あの子の様子見たらわかるやろ。いや、俺にはそうは思えないが。こりゃほんま難儀やな。さ、お寮ちゃんを探してきておくれやす。泣かせた女を追いかけるんは男の役目どすえ。そうは言っても一体どこに。鴨川とかちゃう。一人になりたい時は静かに川でも眺めたくなるもんやろ。鴨川か。まあ行ってみる。あ、そこの新選組の。そうなんですか。絵師が大体吉原の多い。さあどうぞ見せてください。ここにあるもん、みんな新鮮。早いもん勝ちやで。安なくなります。あれ、あそこを見てくれやす。
なあ、助けたってくれへんやろか。絡まれとる人がおる。あんたさんやったらなんとかできはるやろ。お願いしますわ。
Thank you.